はい、どうもみなさん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングルーン2017マイクラブやっていきたいと思います。なんと対戦相手の方がカルパ1720ってことは、カルパさんっていう有名な方なのかな。オンディビも1006と強い、そしてマイクラブ1054と強いいうことで、かなりの強敵の方来ました。おもちゃ TV が、あーやべ、ジルーとウェルベックが、これね、で俺ベイルをここ置くじゃん、うん、でね、マウルフ、マフレズでいいと思うし、メッシでこの間トッペやって、あーでもディマリアがダメか。まあこれでいいかな。なるほど、ベイルトップ、うん、セカンドトップにしとこうか。モラタ、オルコット、メッシ高いね、3人でもやっぱ5枚攻撃入れてるわ。そうだね、ちょっと待って、なんかのやつも見せてるの気がするな。初めてのお手合わせ。これもエンリケ監督、これはね、現在連勝中と好調な兆しを見せています。いやいいですよね、今日もその勢いのまま行きたいところでしょうけどもね。前半ゲームはスタートしています。 FC 東京対神戸、うん、このゲームは世界でも注目されているマッチ。引き分けでもいいからね、こういう形に。あんまいいよね、なかなか。なんかこの前みたいな。ああ、逆に絵文字にしちゃうからね。そうなんだ。チームメイトムービングを得意としているデータがあるようなんですが、どんなサッカーしてくるんだろうな。初めてだから分かんない。よく動いてくるチームなんでしょうけども、90分間マンツーマンをつくのは体力的にもきついと思いますからね。今日はその都度判断しながら、まあ、開いたな。形になると思いますけどね。いやなんで、まだ。マジかよ。パスしてよかったかな。まあ、早めにシュート。素早いパスで攻め上がっていきます。ボールコット。これを奪います。溜めるね。うん。あ、そう強制だよね。届くかこのボール、一気に前線へ。あ、すぐにね、やっぱ。おお、まあ、しょうがない。中だけも。さあ左へ預けて。いや縦強いね。ロングフィードで狙う。いいボーダー。ウォルコット。抜けてくる。どうだ。うん。おっと。あ、左翼か。シュートもあります。どうだこのシュート。いやー、入られちゃった。誰だ、歩いたの。ここで先制。あと北澤さん、これうまくマークを外しましたね。前から。そうだね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。先制1対0です、うん。とにかく点が動きましたので、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。縦へのボール、本気をつけたいね。ルーカス、まだ1点だから。アーチのようなパス、ナイスキー。ここはキーパー処理しました。メッシでも良かったかな、トップ。ここは読んでいました。前線にボールを送ります。あーっとやべ、さあ繋がるかと読んでいた。これは読めた。攻撃がね、深いところに行くんだけど、最後やらせてもらえてないんだよな。切ってるな、確実に。そう、あは、いいなって行くんだけど、取られるんだよ、最後に。おー、怖いね。誰がいた？でかいのいると思うんだよね。前半1点返したいな。まだ始まったばかりだよね。タイムゴールでしたよね。決定的なチャンスを迎えたシーンでした。このボールをカットします。うん、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ベイル、裏への攻めパス、ネイマールに渡る。あー、読まれてた。ここでの読みがあるな。モラタ、モラタからメッシ、うーん、クーヤラな。まあそうだね。マフレズ、マフレズどうした。デブライン、ここで前を受けるか。ここでも空いてる。結構ライン高い。ベイル、イリペ、ギャリッチ、開いた。裏のスペースを狙う。カットです。うわ、守備しっかりしてるな。デブライン、縦にボールを送ります。コーベ、ビルドアップの際に今のようなショートパスを使う形が非常に多いですよね。まだある。そうですね。今の選手間の連携、読んでるね。コンパクトで良かったですよね。チームとしての形になりつつありますよね。おー、危ね。狙っていきます。
いいぞ。ここで集中したいね。ここまでやらせてもらえるんだけど。いやー、ちょっと最悪すぎる。あー。いやー、やっぱ最後のケアがすごいしっかりしてるんだね。組み立てながら攻め上がっていく。オッケー。おー、惜しい。この試合アシストを記録しています。うわ、ベイル、ロングフィードで狙う。さあベイル、この胸トラがちょっともうきついんだね多分。さあ右へ預けて、ここの多分トラップで取ろうと思ってるもんね。サイドを使う。なかなかクロスしてこないんだ。いい展開ですね。チャンスだ。ああ、いやー、いやー、かわされる。マジか。スクロースしてこないからね、向こう。抜かれたなー。しかし、この追加点驚きましたね。いろいろ勝負雰囲気もありましたね。深い位置まで行ってんだけど、ね、最後の最後のケアしっかりしてるよね。ですが前半シュートコースないし、ね、まだまだ乗ってくるでしょうか。メッシ、トップ見よう。いやー、一点返したいなー、せめて。まあ、1点返したらもう1点もあるからね。うん、後半キックオフです。うまいなぁ、今まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね。しっかり強い人だな。そうすると試合は全然わからなくなりますからね。そうですね。右サイドへ振って、あー、それ厳しいね。ボールなんですけどね。縦にボールを送ります。おぉ、これでかい。あ、そっち。ディフェンス。バカ。あんま行き過ぎない方がいいね。ちょっと。長いボールを送ります。うん。ちょっとリズム崩してるね。メッシ。裏のスペースへ抜けた。お、いい形でしょ。長いボール。シュート。いやー。まだこの後。チャンスだ。いやー、あー、もったいねー。ワントラップでもよかったかもなー。まだあるよ、でも。スルーパス、ここにメッシー、スモーリング、うん、これしょうがない。ボラタ、味方を走らせる。焦って言ったらやられちゃうぞ。いい展開ですね。チャンスになる。オッケー。このボールはここ勝負ですね。スルーパスを出す。オッケー。さあ、キヨドから前線のプレスに人数かけて激しくいってますね。いやー、これ厳しい。で奪えれば即チャンスですからね。これはね、厳しいよ。ちょっと人待たないといけないね。焦りますからね。確かに冷静さを欠いた対処と言えそうです。しかし北澤さんがおっしゃる通り、スタミナは使いそうな戦術ですね。間違いないですね。チーム全体の連携とタフさが必要だと言えますけどね。しょうがない。いつまでも使っていうところですよね。そうなんですよね。あ、おお。嘘だろ。オートポジショニング。ちょっと焦っちゃってるね。どうしよう。いやもうそんなに変えることはない。1点返したいの。1点さっきのところがな。ミスった。もう打っちゃよかった、思いっきり。ちょっと強引だったね、2回目のメッシの攻撃の時は。打ち込んどけよかったよ。前がなかったから。このコーナーでも結構入れられたらやばい。ゲーム決まる。あれ、おー、オッケー。カット、打ってくる感じだね。危な、怖いね。素早いシュートモーションでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが展開したら分かんないですよね。あの人にシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。ミートシュートでした。いやー、遠いんだね、ここが。もうちょっといいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。もうちょっと込めないといけないね。スルーパスを出す。オッケー、これでかいよ。落ち着いて。ハフレス、スペースへ出す。抜けてくる。いいね。フリーだ。いやー、タイミングがね、しっかり守ってるよ。最後がね、うん、いや、かっちり守ってる。気持ちよくいかないんだよね。いや、見てるもん。すごい。シュート。よし、これで1点返した。FC 東京1点差に追い上げます。ある時間は。
ここでね、しっかり一匹目に守った方がいい。このね、多分処理ミスになってるから、ね、ルーカス、こう先ほどから比較的狭いスペースでのパスマースが出せますね。そうですね、すでにトライアングルを意識してボールの受け渡しをしてますよね。狭いスペースで細かくボールを回すなど、まだあれだね、ボールを置く位置やワンタッチ目が非常に重要になってくると思いますけども、あっとボール回しますよね。そうですね、我慢しろ、ボールのバックパス、危ねえ。しかしこれよく結構やっぱ待ってるね。待つんだよ。打てるけど。マークが甘かったですからね。一瞬空いてしまいましたよね。うめえな。最後のところもやらせてくれないしさ、攻撃のさあれもさ打たないでさ、足出すの待ってそこを抜いてくるからさ、やっぱなうめえな。ただなんか。最後の守備の仕方はすごい参考になるな。最後までは別にやらすんだろうね。そうそう、どうでもいいやって感じで、最後のカットだけはしっかり前もよし、ここから行こう、丁寧にやりたいね。ここね、狙ってるから焦んなくていいのに。フィリペ、おっと、いい具合の間にいいんだよな。まあ、ちょっとね、あのカーソル見ながら、メッシエ、サイドのスペースを使います。いいとこありますよ。まだ見てるからね、相手も。お、いい形でしょ。自分で行く。まだある。この後蹴ってこないか。蹴ってこない。行けるとこまで行っちゃうね。ルーカス。B サイド上がっていく。あ、これ結構時間。狙いましたね。勝負ですね。ここは間合いを取る。あ、来た。シュート。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。お、まだある。これ持ちたい、持ちたい。これ行かないで。OK。裏を狙っていきます。いい展開ですね。いいぞ。コース開いた。アルダトゥラ。うわあ。FC 東京同点弾の。これでも繋いでくる。これは物にできませんでした。いや、気持ち前から行くしかないかもしれませんね。OK。いやあ、まだある。いやあ、もったいねー。ある、落ち着け、見てるから。アルダトゥラン、うわ潰された。メッシ、うわレスキュー、ある、まだあるぞ、まだ2回ぐらい攻撃できる。ルーカス、アルダトゥラン、いいね、ネイマール、メッシ、ネイマール、ちょっとない、ルーカスモラなんだよな。そこないよ。いや、もうね、キープし始めてる。あー、まずい。うわー。インシーニャ、モラタから。あー、厳しい。勝ち方まで完璧だな。モラタから左サイド。チャンスだ。いやー、出せ。チャンス来た。メッシー。まだある。一回ある、一回ある。ルーカス。うわあ、一回ないか、パス出してくれたったか。いいでしょうね。うまかったな。うん、普通うまかった。参考になるわ。やっぱなんだろうな、なんか最後さ、やっぱゴール前まで来て、うわ。まあ8だからね。限定してもまだ。あのでも限定の仕方が真似すんの難しい。だからそのパスコースもさ、完全に読みすぎずの中間地点取ってるじゃん。どっちでもいけるような。なんかあれをこう常にさ。位置付けられてるから食いつきも来ないけど、食いつくも食いつくみたいな、そのなんか、慣れるっていうか、やっぱりそれがやっぱり上手い人の上手いっていうか、この人やっぱ上手かったな。なんかまあちょっと 1,2 段上の人だったね。そうだね、うん、やっぱりもう一回ぐらい当たりてえな。まあそうね、メッシュのやつが決まってりゃね。そうだね、まあ、分かんないだったな、あれがちょっと裏は取れてたから、つなぐ力とアップ、あとなんか裏は結構取れてたから、あの時に抜けるかどうかよ。やっぱあの時に中入ってってさ、取られたじゃん普通に。あ、やっぱ中入っちゃいけないよね。そうだね、うん、なんかあのグンって言った時に中入って打とうとしたけど、あれやっぱ無理なんだよ。いやー、うまかったね、まあ、ためになる方でしたね、はい、ということで、また次回のところでお会いしましょう。さよなら、アモーレ。